大鳥居石上神宮は奈良県天理市古町にある神社、式内社22社。旧社格は官兵大社で、現在は神社本庁の別表神社、別名としてなどがある。幕末明治期には地元で岩上さんと呼ばれていた。なお、日本書紀に記された神宮は伊勢神宮と石神神宮だけであり、その記述によれば、 日本最古設立の神宮となる。古代の山部軍石神里に属する古山の西北六に鎮座する。非常に歴史の古い神社で、古事記日本初期にすでに石神神宮、石神ぶり神宮との記述がある。古代軍事士族である物のベ氏が祭祀し、大和政権の武器としての役割も果たしてきたと考えられている。古くは西宮がいたという。その中で、 本当に五木宮であったかどうか議論が多いが、ぬのみやびという名が知られている。また、神宮号を記録上では、伊勢神宮と同じく一番古く称しており、伊勢神宮の古名とされる、磯宮と磯の神と,と,とに何らかの関係があるのかが、興味深い。社殿によれば、普通見玉県は、竹三和内、京都主義神による吉原中国平定の際に、使われた県で、神武統制で、 熊野において、神武天皇が、危機に陥った時に、高倉下を通して、天皇の元に渡った。その後、物の氏しの総馬島地命により、宮中で祀られていたが、辻神天皇七年、直命により物部氏の以下色を吸命が、現在地に移し、石上大臣として祀ったのが、当社の創建である。社殿ではまた一方で、須佐野野村が、山田をおろちを切った時の戸塚河県が、 石上二魂神社から当社へ移されたとも伝えている。この件は石上二魂神社では明治以前には二三玉県と伝えていたとしている。追認天皇三十九年には県仙口と神宝が収められ、天武天皇三連には押壁御子を派遣して神宝を磨かせ、初夏の宝物は皆その子孫に変換したはずだが、日本語記、 漢十二関無天皇延略二十三年二月皇術上に、代々の天皇が武器を収めてきた神宮の表情を、山城国くずの軍に移動したとき、人員のべ十五万七千四人を要し、移動後、蔵が一人でに倒れ、次に、兵庫領に収めたが、関無天皇も病気になり、会議が次々と起こり、死者を石上神宮に派遣して、上府に命じて、なぜか、普通民玉ではなく、 古見玉を鎮魂するために呼び出したところ、上府が一晩中怒り狂ったため、天皇の都市と同じ数の69人の僧侶を集めて、度胸させ、神宝を元に戻したとある。当時それほどまで、多量の神宝があったと推測される。深海は、歌唱三年に肖像くらい、上岸元年二十一位、上岸九年に小一くらい。 演技式神明帳には、大和国山部郡石神座古見玉神社と記載され、名神大社に列し、月次、相かつて、新目の平白に預かり、臨時祭も取り行われると記されている。演技式の臨時祭の項では、電車と神門の鍵を宮中で保管し要因には、開かないと記されている。中世以降は、古里の鎮守となり、当社の神宮寺である、 内山永久寺と共に栄えた。しかし、幸福寺とたびたび抗争を繰り返し、古号一揆が頻発し、戦国時代に入ってからは、織田信長の勢力に押され、多くの信領も没収された。しかし、氏子たちの信仰は衰えなかった。江戸時代には、西の日光と呼ばれた内山永久寺が、明治時代になって、廃寺とされるも、当社は1871年には、 官兵大社に、1883年には、神宮号を再び名乗ることが許された。この神社には、本来、本殿は存在せず、拝殿の奥の聖地を、古高には、御本寺などと称して祭り、またそこには二つの神宝が、埋採されていると伝えられていた。1874年の発掘を機に、出土した刀や曲玉などの神宝を放祭するため、 本殿を建造の金属地裁発掘でも刀が出土し、これも放災した。1913年には本殿が完成した。金属地は今もなお古社と刻まれた剣先上石水垣で囲まれている。翌、1914年には旧内山永久寺の地に残されていた住吉神社の拝殿を移築し、拙者出雲達夫神社の拝殿としている。 1948年に神社本庁の別表神社に可列されている。楼門石上神宮の神師、取リ者、出雲達夫神社拝殿上記4社は、拝殿よりも南であるが、石段の上の隣接した高い位置にある。そのため、拝殿前の中庭から見ると、楼門がまるで4社の楼門であるかのように見える。なお、西宮がいた場所は、上記4社の真裏と伝えられる。 祭事一覧七種と色い々ろいろ、脅し原巻き兜、つぼそでつけて,つたて立ち、名吉の利作黒塗り連河星、兜鉢十六軒筋兜鉢皇室、出雲国造と同じく世襲の忌み美食があり、江戸時代まで物のべしの本州として、代々森家が務めた。現在の宮司も森家出身。忌み美とは、本来神鮮を煮たきする、引きりによって得た、神聖な日の意味。 石上神宮の長官職を意味し、皇室の大上祭、出雲国像の筆技式に似た、神主の忌みびなり神事が行われた。坂戸社に臨時の成城殿が設けられ、神主はそこに籠もり、忌みびが切り出され、その日によって神聖な食事をし、現人神となった神主は、ヒレを肩にかけ、古山のの榊、梅の座いを持って行進し、忌みびになったことを示した。 所在地交通アクセス。ありがとうございます。